覚えてないか。こうだって覚えてない。覚えてないか。いいや。そうかな。じゃあね。どうしようもないこの気持ちどこに持っていけばいいんだろうって思うよ。ただこいつは発散できないから。ただだし使えねえからその映像。ブスのくせに調子のせいなんだ。どうでした。とりあえずただいま電話出ることができません。じゃあ次どこ行きます。ダメ行っちゃおうかしら。行っちゃう、行っちゃう。なんかラーメン食べるかって話しますから。ダメよ一個あれは。不動で長いの、たまたまね、みんな近かったから今なんて言ったの。不動で長いの、それが衰退の。なんだこの一瞬の流れ。よりも通過って言ったら愛せんな。しゃあ、じゃあラーメン食い行こうぜ。いや、ゆきさん待ちよ、ゆきっちゅうよ。いや、ゆきさんち。じゃあ俺も行く。私も行くわ。いや、変わんない。なんかいいことあった。良くないことがあった。良くないことがあった。今日、女の子と出た。え、ありえないですよ。今日の人は初めてので、何なの。もともとなんか友達の知り合いって、じゃあ怪しいって言うけど、それで出会ってして、でも全然本気。普通に。ちょっとかっこつける。終電抜かれる女の子。それはもう俺…すぎて。盛り上がってる。でも…今日のこの仕打ちですよ。何年か前だけど、それで別にそういう。まずこのお店にその言葉がっていうか何の話。え、どうしたんですか急に。感傷的になったけどね。びっくりした。急に語り始めた。今日は普通の顔よりこっちの顔の方見てますからね。そうですね、むしろ何人しか知らないみたいな。そうですね、多分付き合ってもこれかくないと。そうですね。あーって感じですよ。俺、起きて起きて起きて。逆にかけるんですよ。こそこそなって自分でかける芸人か。すごいエピソードいっぱいあるもんね。いや、話せないエピソードいっぱいある。話せないエピソード。そっか、多分こいつちょっとここのメンツぐらいじゃん、多分話せんのって話すとあんまりないから。夏の男っていう写真には何もいいねもこれ。言ってやんのよ、それって。どう反応してるのか分かんない。本当に謎の男です。キャッチャーだしね。謎の男の、謎の男のさ、1個前に
一緒になるのがありましたけど、それもいいでも褒めてもないです。